フト祭りって何なんですかね。オフトです。オフトです。オフトがいるんですよ、きっと。わかんないですけど。こんにちは。ケルシュでゴールデンエール、ゴールデンエールですね。枝豆、肉、エビセン、エビセンです。岡村さんじゃなかった。岡村です。どうも岡村。やっぱうまいっすね、ゴールデンエール。ゴールデンエール、これケルシュって何って思ったんだけど、ケルシュってなんか少し、まあ、味の違いなんて分かりません。僕はなんか違うやつですよね。飲みやすいやつと濃いやつとあと黒いやつですもんね。岡村さん、ちょっと肉でも食べてみてください。あ、すいません、肉って言われて豆取っちゃう。あ、豆うめ、さっぱりして。取っちゃいましょう。あ、これは僕がお腹壊さなかったやつなんで大丈夫だった。いただきます。ナイスな。これビール進みますね。空撮ってませんでした。はい。空見たことかと。大丈夫です。今日こそなんかしたいんですけど、なんかお布団祭り、お布団祭りが、お布団祭りって何なんですかね。オフトです。オフトです。オフトがいるんですよ、きっと。わかんないですけど。そんなわけでですね、とりあえずですね、前回ですね、岡村さんに20万を100万にしろ遅刻をしたのですが、まあ、この結果はまだ編集も動画もアップしておりませんので、これはいいねが100、チャンネル登録100超えたらやりたいと思っておりますので、よろしくお願いします。でもちょっと今日はですね、はい、最近競馬ばっかり取ってるから、今日ははい競馬です。はい、今日も競馬です。大井競馬場ですもんね、ここ。普段僕らこんな仕事しないんですけど、ね、まあ、今日はですね、楽しく競馬を買って、僕ら初心者なんで、初心者の人にも分かりやすいような競馬の馬券を買ったり、この施設の周りを紹介したり、はい、していきたいと思います。はい、というわけでね、さっきね、いい感じだったんで、もう一回馬だけを見て副賞勝負を岡村さんとやりたいと思います。副賞、副賞。お、今日は、お、夏だね。夏だ。勝ち負けない。勝ち負け見るとやっぱ登りたくなります。ではね、またパドックを見ながら予想して一頭副賞でいきましょう。亀山社長で、ワイルドティー。ダメだな。この子もないな。この子汗かきすぎだな。ガラ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 。おー、いいの出た。誰？俺参加賞だな。俺参加賞だぜ。A 賞出た。僕ら出るわけないと思う。 A 賞、 A 賞よい賞って感じ。どこ賞？どうでも一緒。おー、出た。お待たせしました、ジェンダーのレースで、参加賞です。はい、おー
なんで当ててんの。ビーシュ当たりました。すごい。オフト新潟佐渡発行馬券当ててくんねえかな。お、本当っすね。どこで何がもらえる。びっくり、どこ一緒になっちゃいました。キッチンカーの横って言ってましたね。お酒んとこっすね。お酒くれるの。なんでしょう。お酒くれるのじゃないです。ラッキーラッキー。すいません、ビーショーでこちらに。ビーショー、はい、ドクロ。はい、ありがとうございます。お、かきもち、ありがとうございます。佐渡のかきもち、とりあえずいいっすか。バケン当てろ。カラッカラのやつが当たりましたよ。喉乾く。カリッカリ。なんでおかき。酒と叫びたかった。あ、始まってるよレース。あ、マジで。いかん、あ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 かん、どこでもいかん、いかん。ちなんかやってるから。あ、馬が来た。4番、誰だ、4番どこ。すげー急で走ってる。何番よ。いや、誰だ。何がどこだかも分かんないよこれ。全部ダメっぽい。全部ダメっぽいっす。何も絡む。おお、芝生だ。おお、やらか。やだガラガラしてる間に。ガラガラしてる間にレース終わっちゃってる。ここ4番でしょ。いなかったよね絶対。全然今見えなかったっすね。5とか。結果は後ほど。結果6、5、4、15。岡村さん、副賞。副賞4。これが確定になったら、まあもうほぼ決まりですよ。ちょっと嬉しいかも。今回は、ちょっとダメでした。珍しく。岡村さん当たったね。当たりました。くじ引きも当てて。馬券も当たりました。てってれー。いくらになるかな ?200 円くらいですか。当てました。100円が2030円。すげえ嬉しい普通に。じゃあ初めての、馬券取り戻しというか、あの払い戻しに行きましょうか。はい、今回の副賞レース、じゃあね、副賞勝負、副賞勝負、見事に岡田さんの大勝利ということで勝ちました。初の人生初馬券勝利、これびっくりです。新聞買わずに馬見て買った方がいいんじゃないかなと。初払い戻し、岡村さん、ここです。はい、どこに入れるでしょう。嬉しい。出た、100円が。こっちも払い戻し。出た、ありがとうございました。現金戻ってきた。ビール買います。